っかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう辺りはすっかり暗くなっていた。未知なる力はまだ身につけていない。しかし最近続けている修行には今もそうだ。修行を終えたこの身は頭の中がチカチカと輝き、視界がぐ魔力か、あるいはその影響を確かに感じるのだ。今日の修行も実に充実したものだったと言えよう。修行着に着替える際、森で服を脱ぎ捨てることで森羅万象を感じ、石に頭を打ち続けることで物理的に雑念を排除し、かつ脳に刺激を与えることで未知なる力の覚醒を促す。極めて理論的な修行。ああ、視界がぼやける。まるで脳震盪でも起こしたかのようだ。魔力魔力魔力ふわふわとまるで空を飛ぶかのような足取りで僕は森を降りていく。その時ふとまるで宙を泳ぐかのように横切っていく二つの光。不思議な光だ。まるで僕を誘うように怪しく魔力。僕はおぼつかない足取りで近づく。魔力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 ！きっと魔力だ。ついに僕は未知なる力を見つけたのだ。僕は二つの光の前に飛び出し捕まえ、衝撃が体を貫き、僕の魔力。高校最後の夏、影の実力者への道は突然に断たれたかに見えた。クレアは弟を欲しが、これはでも変ね、全然泣かないわ。なるほど。おぎゃー、おー、元気な鳴き声だ。気のせいだったみたいね。何がどうしてこうなったか、まあ何しろ周囲は魔力で満ちていた。最後に見た二つの光とは少し違う気がするが、まあ、あ、そうそう、さらに些細なことだが、ついでに転生していた。きっと魔力を見つけて転生の扉でも開いたのだろう。どうでもいい。とりあえず現在の僕は生まれたばかりの意識がはっきりしたばかりだし、時間の感覚もまだ曖昧で正確なところはわからない。何より言葉もわからないし、中世ヨーロッパぐらいの文明っぽいってことが分かれば十分だろう。意識が覚醒してすぐ僕はこの魔力に気づいた。ふわふわと漂う光る竜、あの修行は無、僕は前世では言う、この力さえあれば。もうすでに身体、赤子の有り余る時間、あ、そういえば、しかし、おぎゃー、人を呼ぶことができるのだ。多分魔力はすごい。ただしこの世界に核はない。よって僕の目標はそのために、ああそうそう、魔剣士と呼ばれ、僕はこの家のではなく才能豊かな影の実力者。そんな日々を過ごす日中は、そんなわけで修行は自然と夜遅く、当然睡眠。さて本日も最近近くの試し雇うは見つけたら、そんなわけで愛想にと盗賊とか民盗賊のものは、僕はテンションマックスで、そのほらそこ裏口叩かぬ。やった、景気がいいね盗賊さん。じゃあ有り金全部出そうか。なめんじゃねえぞこのチビ。ほらそこ無駄口叩かない、金出せっつってんだろ。
ライムソード、いいじゃないか。さて、遊び。久しぶりに本気を出すかな。うん、殺傷能力も十分。実験も完璧だったし。10秒持たなかったね。この世界には魔力がある。例えば普通の魔力を流しやすい。そこで僕はそこで調べたところ、スライムソード調子に乗って切りまあれあと1仕方ない。頑張れば2分ぐらい長い。舐めてんじゃねえぞ。どうだ、俺はこれでもなーんな、な2分持たなかったね。鎧と違ってか、うん、スライム正体のみんな、片身は僕が有効活用するから安心してほしい。美術品は裁く。僕はまずまずのせ、これが全て。もっと治安が悪く、ゲームみたいにお金に美術品。奴隷かな、裁けないか。これは予想外。死体じゃないな。腐りかけているってことは聞いたことがある。はじめは普通の人、放っておけばすぐに悪魔の浄化。まさに中世。当然僕にはさて楽に。かつて僕も、そして魔力暴走によって、だが意図的もし仮に僕はリスクなく使えるな。この自分の体じゃないから。それからは魔力をガン、ああでもないこうでもないと実験に心を躍らす。魔力の真髄に近づく。そろそろ1ヶ月ほ。ついに僕は魔力暴走を制御することに成功した。だけど、あれ、君を蝕んでいたの、あなたが。ああ、君たち僕ぐらいになると驚くのも無理はない。経典にあるあれは、魔人は死の前だが、その黒幕の主。そうだな、まだ口にすることはでき、構わないわ。言って。え？奴らは表舞台。そう、我が名はシャドウ。困難な道のりになるだろう。英雄の子よ。病、醜く腐り落ちるだから。まあ、全部。おっしゃ、このディアボロス教団な。だから適当に。そのこの世界は崩壊。夢が。敵はおそらく今日でも立ちふさがる者に容赦は。でそうそう、そんな感じ。他の英雄の子孫を探え、ああ組織の拡張と、うん、ほど。じゃあ僕らの組織は、背中は任せて。あなたは前だけ見ていればいいわ。アルファよ、気づいたか。外に奴らがいる。奴らって本体だろうな。仲間が帰ってこないから様子を見に来たの。気をつけろ、奴らはただのと。まさか。奴らは盗賊に扮したディアボロス教団なん。そういうこと。正体を襲撃したと見せかけて本家、私としたことがまんまと黙って。そうそう、そんな感じ。盗賊は全てディアボロス教団の資格として有効利用させてもらおう。これが本体ということは、先の部隊よりも強力。問題ない、奴らはまだこちら。なるほど、奇襲を仕掛けるのね。そ、入り口から死角になっていて、こちらからは全てを見渡せる。奇襲するには最適な位置よ。あ、うむ、この子やけに機転が利くというか、頭良くないか。あれがディアボロス教団。どこからどう見てもただの盗賊なのに、見事な変装ね。うん、
さあ行こうか。シャッ、その身に刻みましょう。悪魔月による復讐の刃を。ほらそこ、無駄口叩かない。ディアボロス教団、お前らの悪。ディアボ、何のことだ。そんなことより、ここにいた仲間はどこに行った。お前たちもすぐに後を追わ。ふざけるな貴様。レッスン、レッスン2。その減らず口を今すぐだ。皆殺しにするのは簡単だけど、アルファの剣筋も見ておきたい。よし。うわー、やられた。偉そうな。かかったね。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。ディアボロス教団へ変装しても。またそれか。わけのわ。はずき道に浮かばれない。まだ折れるわけにはいかないの。まだこれからだ。レッスン1。ここだ。なんだこいつは。攻撃が全然。アルファのおかげで魔力を貯める時間が稼げたよ。虫が止まったことに本気を出したな。彼女もうすでにスライムスーツの魔力制御もできてるし、剣筋もいい。まさか初陣でここまでやれるとは思わなかったな。10秒持たなかったね。シャドウ、貴族は15歳になると王都にあるミドガル。姉さんもミド、いざ出発するその日になって姉さんは姿を消した。なんたる猫身を襲ったとはいえ、あの相手は相当な手だれ。違いない。だから仕方ない。そういうこと。あ、いや、そう言い訳して。ちなみに僕は神妙な顔ベータ。はい、シャドウさん。アルファと同じ猫みたいな。ほどほどに。アルファはクレア様の痕跡を。行動早いね。おそらく助けられる可能ですが。アルファがそう。はい。アルファは正直言ってもう最近は何より久しぶりに影の実力者っぽい。しかもシリ、この石碑からはアルファもあそれっぽいのな。犯人はなぜ姉さんを。クレア様に。なるほどな。ご覧ください。ベータがそんな半分以上。そこだ。あ、やべ、ずれた。そこに姉さんはいる。え、いや、うん、あれでしょ。あ、まさか。ほら来た。シャドウ様の下、この膨大な演技派だな。七影に伝結構は。はい、主様、何でもベータにお言いつけくださいね。ここを抜ければシャ、何の変哲もない森林なのに前々から怪しく。さすがです。シャ、つまりあらゆる可能。なんという資料物。そこまで考え。どうしよう。ちょっと遠い。奥ゆかしい日。お花を。ちょっとベータ、でも心配ないわ。彼は一人でやらなきゃいけない。どこかに盗賊、とっておきの魔力探知で知ら。こういう時に限って。あれはなんだろう。遺跡。よく気づいたな。土の中に隠れる。俺はただの見張りだ。戦う気か。わけのわからないこと。シャドウ、さ、シャドウ様、その仲間がいたか。やはりお花を摘みに。さすがです、シャドウ。その通り。こシャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって
決めてるの。ディアボロス兄弟。貴様、どこでその名を。ついに認めたわね。生きて帰れると思うな。レッスン。やだよ、いい逃げだ。さっさとくたばれ。やだよ。ここはベータにお任せあれ。アルファ様、ここは早速だけど。もちろんです。まだこれからだ。そんなもの。行くわ。あの金髪。アルファとベータ。久しぶりに本気を出したな。特別喜ぶことじゃない。当然の成果だもん。いいじゃない。はい。影の男この中です。お気をつけください。クレア影のあなたの顔。武神祭ね。実戦でも変わらないわ。おざけ。私ならあと1。残念だが1年後生きていない。試すまでもなく。ハエでもいたかし。魔力は量ではいい父よ。あのハゲが弟。生意気な弟。戦えば私が。だから毎日かわいそうな。さてクレア影の魔力が厚か。わざわざ私にもかつては。それって脅。素直に答え。さて、いいわ。体と魔力に。今は。ええ、今は。何。そうね、よくわからないけど。ストレッチ、やはり念のため。あの子に何か。貴様、お前も。小娘。オルバ様。何事だ。侵入者です。ん、侵入者だと。わかりません。敵はおそらく7人。私が出る。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。マジとか。お前ら何者だ。さすがシャドウ様。シャドウ、このあなたが強いのは分かる。え、連携。さあ、三人。はい。なるほど、いいだろう。できたよね。今の連携攻撃、想像以…そういえば特別喜ぶことじゃない。当然の成果だもん。よっしゃ。相談したいことがあったの。組織とかみんなのこととか考えることが多くて。
本当は私がちゃんとするべきなんでしょうけど、あなたになら頼ってもいいわよね。ありがとう。行きましょう。話したいことがたくさんあるの。一緒に剣の修行をする？お酒入りのお菓子を見かけたことがあるの。あれって本当に入っているの？食べて酔ったりしないのかしら。結構香りが強かったし、大丈夫なの？優しいのね。でもせっかく興味を持ったのだから、今度勇気を出して食べてみるわ。私に会いに来てくれたの？ねえ、あなた。行くわよ。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。シャドウ、私たちはあなたの元を離れる時が来たわ。お別れよ。守備はどうか？配置完了しました。周辺に何か問題が発生したのか？護送用の鉄格子や馬車の年単位遅れの状だが、この果たしてここから。その必要はない。誰だ？
隊長、火の手が。うろたえるな、警戒しろ。了解。しかし、まるでこの村を囲むよう。上か。ディアボロス教団との情報共有が積極的に行われていない。だからこそお前たちはこういう誘いにも乗ってくる。何者だ。我々はシャドウガーデン。影に潜む影を狩る者。お前たちを殲滅する。殲滅だと？それはこちらのセリフだ。獣人か、ヘルムラ。なら、ひるませる。スライム、なんともない。コケオだ。イプシロン、踊れ、死のロンド。スライムが音に反応して硬質化したらと。こいつらただの賊ではない。今頃気づいてももう遅い。今夜お前たちは。マーク、暗殺者か。うい、な、こいつか、刀を投げた。味方でも読みづらいというのに、あなた方が初見で読めるわけがないですよ。私の攻撃はもう少し分かりやすいですよ。避けられた。バカな、こんな一方的に。言ったでしょ、戦だけどすぐには殺さない。あなたたちを助けに来るであろう聖教、そしてディアボロス教団に。我々シャドウガーデンの用があるのはその何も。まずは力を示すことは難しいことじゃないでしょう。さあ、行きましょう。行くわよ。出ていくしかないね。大した。甘く見ない。
を感じるよ。特訓の成果が出てきたね。魚を干してた主。実験のお金。幼き頃主様、幼き頃戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど。